石川コナですみなさんこんにちは最近弟と一緒に弟が大好きなカンフーごっこをしていますそれではスピーチ始めますよろしくお願いしますねえねえこなー平和って何小学一年生の弟にそう言われてハッとしました私は当たり前に分かっているけれど弟には平和が何かわからないのだと そして私自身も平和について理解しているつもりですが平和があるから今の私の当たり前の生活が成り立っているのだと本当の意味では理解できていないのではないかと思いました実際ウクライナ戦争の実態をニュースで見て初めて平和がある日突然壊れてしまうことの恐ろしさ平和が 失われることの怖さを目の当たりにし自然と涙が溢れてきましたそれでも私は平和の大事さについて弟に100点満点をもらえるような答えができる自信がありませんもし私の家の前の道路がウクライナとの国境だったら私はきっと平和についてしっかりと理解し教えられたと思います 実際ははそうでで、ないので私と同じように平和の大事さを本当に理解できていない人は多く形のない平和を子どもたちにきちんと教えられることができる人は少ないと思います私たちはみんな亡くなってから初めて平和の大事さに気づくことができるのだと思います当たり前の生活を送るために絶対に必要な平和を しかし一度失われた平和を取り戻すのはとても難しいですなのでこれ以上平和を失われる人が一人も増えないよう平和をなくさないための絶え間ないい努力が必要だと思います平和がなくなる前に平和の大事さに気づけるように平和が私たちの当たり前の生活に絶対に必要だということを小さい子に正しく教えるには 学校教育の場が最適だと思いますなので偏りのない平和戦争についての知識を身につけそれらをもとに考え人の考えに耳と心を傾けそしてグローバルな視点から物事を捉えられるようにするそのために学校教育の場で平和についてみんなで考え理解する時間を頻繁に設けることがいいと思います そして世界のみんながもう二度と平和を失わないための絶え間ない努力をし続けていくことが平和への第一歩だと思います。ありがとうございました